さあ、なんと今日は、うちの肉蔵デーブも、使わせてもらってる尼崎阪急塚口の三つ光ると書いて三つって焼肉、俺はもう36年通ってるこのお店、紹介しましょう。レッツゴー。ただいま。はい、いらっしゃい。やるね。はい、36度6部屋平熱や。はい、いらっしゃい。マスター。はい、どうも。はい、マスター。はい、どうも。はい、で、タク、孫、お兄ちゃん隠れたらあかんで、お兄ちゃん恥ずかしいから、あ、いたいた、お兄ちゃん、俺の兄ちゃん、マスター。はい、どうも、いらっしゃい、どうも。長いな。長いな、長いな、本当にね。ここは、最初来てからもう、36年か、すごいわ。こっちなんかも見てやれ、鍋ちゃんから、工藤さんから。若い写真、なあ、田辺も来て、マスターも毛があったわ。あんな細かったんや。うわー、これ、相馬さんだ。相馬さん亡くなったの知ってる？知らん。亡くなったもん、だいぶちょっと前。ええー。リーグングのコーチ、そしてコウちゃん。コウちゃん。ねえ、これ、忍ぶね、ピッチングコーチ、今。みんな。で、こっち、お宝のちょっと待ってて、400号ホームランを中山さんが打ったバット、200号、400号、ええ、1000本、1500、2000一本。それなのに、あんなとこに雑に扱われてる。デーブのバットも1本あります。あります。大きに。で、こっち紹介するわ。原口氏も息子みたいなもん、これもマスターから見たら、うん、で、これが野口なんか、あれ中日の野口も常連。大野がノーヒットノーランやった時のボール持ってくるか、普通。人生がノーヒットノーランなの、俺なんか。ということで食べてみような、マスター。俺はもうこれロース1点等ぐらいでいいんだけど、これな、ニンニクたっぷりで、うん、1枚いこう。このね、無塩ロースターがいいわけよ。油が、そうだね、うん、あの、なんていうの、油っていうか鉄板が冷めないから美味しい、うん、俺はあんまり焼かないようにして。もう36年食ってるわ。むくなるかな。なるよ。これはもう50年だっけ。お前19から来たらいい。18だっけ。19か。で、35年行くで。だから相手はどっちからやで。じゃあ18から来てる。18から。ええー、そんなどうするの。アメリカ行ったもんな。そうそう、翌年から。いただきます。たまらんの、うん、たまらん。タク、はい、タレちょうだい、タレ、はい、これが本人に言わしたらデーブカットやねんて。デーブカット、もともとあったのに。デーブカット、デーブカットです。いつ食ってもうまい。これで3連チャン来たもんな。え、3連チャン。何を。うまい。今こっち、こっちもあれ、うん、やっぱり90分。じゃん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 、7時まで、7時まで急ごう。うまっ。俺はね、これね、渡辺 GM 鍋ちゃんが大好きなの。工藤と鍋ちゃんはこれめっちゃ熱い。どっちから焼くんだっけ。こっち、うん、油がこっちから、うんうん、任すわ。大体このセット、いつも、うん、俺はこれメインでも、あの肉が良すぎてさ、あんま何枚も食えないっつった。違う違う、うちそんなな、赤身のそんな安物置いてない、ね。そうだ。そうだ。うちと違うでしょ。何ね。それ言うだけ。俺だけ。それ言うだけ。今度が入った時だけ、俺は関西弁や。関西弁や。関西弁や。なあ、お前やで。お前で。お前もう牛何頭食べとくか分からん。700頭は言ってるな。でもさ、みんなここで育ったな、マスター。いや、だから見てみ、お前の筆頭に秋山、うん、工藤君やろ、うん、鍋ちゃんやろ、田辺やろ、うん、そうだ、それと伊藤君や。これみんな、みんな監督になって、みんな監督になった、最初来た時。そうだ、
な、みんな監督になったよ、みんな監督になってる。一番出来の悪いの山崎がカズ、大丈夫、東京で頑張ってるわ。カズ元足どうぞどうたらよかったんやけど、いや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 、あいつも頑張ってるわ。ああ、なんとかあいつを男にしたかったのに。頑張ってるよ、あれも、うん、よし、こっちや。いただきます。はい、白うまい。だいたいこれくらいの感じで食べる。うん、うまい、うん、たまらない。うん、マスターの思い出は何、野球選手と。まあ一番言えないことが多いけどな。やっぱお前やな、お前ヒットやな。な、俺とこうちゃんでしょ。俺とこうちゃん問題児問題児は、あ、豊かな、豊かで豊かで。一番やっぱりデーブと秋山がやっぱり一番やっぱりな、子供や な、 そうだ な、 な、こうちゃんもよう言うこと聞いてくれよ。あかん時はおい、ステップの考え方もっと考えてくれ、バットの持ち方もちょっと考えてみや。教えたお前な、親指力入りすぎたわけ飽きるやろ、うん、小指に力入りすぎたわけが閉まるやろ、うん、だから真ん中の指でしっかり持って打ってみ、言うたことあるわ。2000本打ってる人に。そうそうそう。おっちゃんそれゴルフや、ゴルフも野球も一緒じゃん。よう言うたわ。あの携帯電話のあの大きなバッテリーある時やん、うん、なあかん時やな、よう言うたったわ、うん、おっちゃんいつももうちょっとステップ広げてみて、おっちゃん狭すぎて広すぎたら回転しにくいやな。ステップもうちょっと狭くしてみて、軽く回るやろ。そこまで言うとね。だけどさ、なんかここってなんかある時にここなのよ。俺の岐路に立ってんのって。なんかある時ここ。もう本当、うん、泣いたしな。泣いた。よう泣いたな。泣いた。マスターと泣いて喧嘩して喜んでな。泣いたことの方が多いわ。な、せっかくあのあれあるや、サッカーの大きなユニフォームみたいなやつじゃん、うん、本庁、うん、大きなこう、あ、カバーみたいな、ベンチコーチみたいな、うん、あれお前強行的だとか言って感じ見てみって言うとって、うん、あれ喧嘩して破って引っ張り合って破ってマスター俺のこと殴ったからマスター放り投げたらマスター10メートルで飛んでた。思い切りこうバーいやっぱーと10メートルまさにいい思い出やな、あれ、あれ西宮球場の思い出や、いい思い出やな、あれな。言うこと聞けへんから思いっきり殴ってただけ。おい、あの時どんなつもりで殴ったやろな。だけどお前ジフトリやった時でもお前一緒によう走ったやん。よう走って向こうがでな、走っとってもな、途中でちょっと、ちょっとまた靴の紐がほどけたとか、靴の中にちょっと石入ったとか、要はあんねんで休むねん。マスターの早いの。あったな。懐かしいな。よう懐かしい。それもあれ、巨人時代一番ええ時。巨人時は。な、やっぱりあれがあったから、ああいうことがあったからよかった。よう喧嘩したな。な、よう泣いたし。泣いたな。うん、あ、まだ最近2人ともどんどん。な、いい思い出やな、それでもな。過ぎればな。人生もわしはやっぱり自分とやっぱり秋山のやっぱり人生最高にいい思いさせてくれたわ。マスターも出します。怪我あるふりしてた。後で写真探して。ゴルフ行こうって。俺ゴルフやんないのに、奥にマスターの、 あの元実家の、 あの故郷の方の石垣ってのがいてさ、風呂から出てきたらマスター、落ち武者みたいな。怪我かっちゃって。こうやって飲んでた。これびっくりした。その帰りな、その帰り飲んだのがああいう写真だわ。こうちゃんだし、あれ。わあ、これなあ、こうちゃんと、うん、これが一番やっぱり最初の、ああ、そうそうそう、うん、見てあれ、あの毛実はあるんじゃなくて横から持ってきてなんだ。そうそう、でもよく考えたらみんな小さい時な、行ってな、家でな、うちの家も一回みんな来て泊まったことある。そうそうそう、そうなんだよ。いやなんかあれ店だ。今日は涙だけだ。
まあ本当ね、皆さんここの店来るとね、運気が上がる、そしていい仲間ができる。で、うん、マスターも我慢とかじゃなくて、やっぱり お客さんでも嫌なことを言ってくれる、で褒めてくれるっていう、でママがそれフォローするって。でママは若い時は今日も負けてーん、マスターはこうやって言うから、あんたこれやるから、こうやってゲームこんなマンマ系やったやーマスターママいくらかけたの、200円、いらんわもうその元気もだいぶなくなってきたけど頑張りましょう。ありがとうマスター。はい、どうもありがとうございます。